日もご機嫌うるわしゅ。それにしても世間は狭いですね。どうです、親に習って子供同士も友達に。今お誕生日おめでとうございます。イリーナさん、あなたのことは何でも知っておりますよ。それこそほくろの数まで。今彼女と友達になるチャンス、これを逃すわけにはいかない。